オセルイス・ペレス・カミネロは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。スペイン代表であった。ポジションは、MF、DF。レアル・マドリードの下部組織で育ち、1987年から1989年までは、セカンドチームであるレアル・マドリード・カスティージャでプレーしたが、トップチームに昇格することはできなかった。1989年夏に、 レアルバラドリードに完全移籍し、セグンダディビシオン降格回避に貢献した。1990年12月16日のバレンシア、CF 戦でプリメイラディビシオン初得点を決めた。1993年夏にはアトレティコマドリードに移籍し、キャリアの最盛期を迎えた。1995から96シーズンにはリーグ戦37試合に出場して9得点し、 リーグとコパデルレイの2冠を達成した。シーズン終了後には、エルパイス氏とドンバロン氏の最優秀スペイン人、選手賞を受賞したが、アトレティコ・マドリードの選手で2種の同賞を同時に獲得したのは、彼が初めてだった。1996から97シーズンには、キャリアハイの14得点を挙げた。1998年に、フルス・レアル・バリアドリードに復帰したが、 2003から04、シーズン終了後に、セグンダディビシオン降格が決まり、シーズン終了後に、現役引退した。晩年は、プレーの多彩さを発揮し、スイーパーとして出場することが多かった。リーガエスパニョーラでは14シーズンで通算408試合に出場して57得点した。1993年9月8日、チリとの親善試合で、スペイン代表デビューした。 1994年にはアメリカで開催された 1994FIFA ワールドカップに出場し、ボリビア戦で2得点を決めるなど、チームトップの3得点を挙げた。1996年にはイングランドで開催された UEFA 欧州選手権1996に出場し、フランス戦では同点眼を決めた。通算21試合に出場して8得点した。 2004年の現役引退後には、レアル・バラドリードのスポーツディレクターに任命されたが、2007から08シーズン終了後に、個人的な理由で退任した。2011年5月、アトレティコ・マドリードのスポーツディレクターに就任した。ペドロ・アルモドバル監督の、ライブ・フレッシュという映画中に、FC ・バルセロナのミゲル・アンヘルナダルに対して、カミネロがドリブルで抜き去るシーンが登場する。 ありがとうございます。